キャリーパミパミです。キャリーパミパミのウェイウェイレディオ、今夜も始まりました。コマさんよろしくお願いします。今夜もなんだかそわそわしてますね。はい、そわそわしてますよ、してますね。今日もですね、プチスペシャルですから、なるほど。では、はい、またね、タイトルコールからお願いいたします。リスナーに夏をお届け、 KPP の夏メロスペシャル。夏メロの夏は、はい、サマーの夏ですね。そうです、夏のメロディーと書いて夏メロです。うん、でまだまだ暑いのでね、うん、私が今回もおすすめする夏メロディー、うん、夏メロ紹介していきたいなと思います、うん、で前回がですね、あの男性アーティストの夏メロをお届けしたんですよ、うん、なので今回は女性アーティストを紹介したいなと思っています。でまずはこのアーティストから紹介したいと思います。パフィーさんです。あー、もうね、太平洋股にもう世界で活躍するパフィーさん。パフィーさんは全体的に夏のイメージが強いとは思いますが、そんな中でもこの曲を聴いてもらいたいと思います、うん、パフィーでサーキットの娘。懐かしい。ふん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 、乗ってるわ。いや、いいわ、夏だし。これ今歌詞を読んでて思ったんですけど、うんうん、誰より早く帰ってきてね私のところへ、とかめちゃくちゃいいですね、うん。いいわ。いや、なんかサーキットの娘感があって、うん、いい歌詞だなって。あ、そうなんだ、うん、これお気に入りです。お気に入り、うん、懐かしい。僕からしたら懐かしい歌ですけどもね。結構車でよく聴いてますね。あ、そう、うん、家族と出かけるときとか。へえ。夏は特にね、うん、夏のドライブでよく聴いてます。そうですね、はい、いいですね。いいですね。今日もいい雰囲気だわさて続いて紹介するのは、私がよくカラオケでも歌うチャットモンチーさんの曲です。それでは聴いてください。チャットモンチーでトビウオのバタフライ。かわいい歌。キャリーさんがまた今回のプチカラオケになってるんですけど、はい、あのキャリーさんの声にハマってますよ、この曲。あ、本当ですか、うん、チャットモンチーさん結構歌いやすいですね。あの先週も思ったんですけど、はい、梶秀樹さん あのビーチボーイのジャームシュも歌ってたじゃないですか、はい、そろそろあの中田のやっさん、はい、以外の方からも曲の提供を受けるってのどうですか。いやでもね、安さんじゃなかったら私デビューしてないんですよ、うん、まあね、その中田さんがすごい好きだから出たんで、うん、中田さんの曲、中田康隆の回やってもいいと思います。中田さんの名曲を。なるほど、いっぱいあるんで。でもね、本当にキャリーさんの声っていろんな曲に合いますよね。ありがとうございます、うん、なんかカバーアルバムでもそのうちね。じゃあ今度一緒にカラオケ行きましょう。またその社交辞令をそうだよ、コウさんとマジでこの番組でしかないですからね。ひどい。そうね、もう二十歳超えたんだから、はい、まあね、いつかねお酒でもと思っておりますが、さあ、さて、はいはい、最後にご紹介した夏メロはやっぱりこれでしょう、元気がめちゃくちゃ出る桃色クローバーのココナッツです。あ、知らない。ココナッツ、これ結構有名で、私 DJ でもかけてるし、まあアイスの実のあのミーっていう曲にちょっと近いので聞いてください、サビが全部こうなんですよそうなんだ。はい、それでは聞いてください。桃色クローバーでココナッツ。面白い。ココって全部こうなんですよ、サビが。さすが前山田健一可愛いですよね、うん、かわいいかわいい、夏らしいですしね、うん、うん、これでもなんか先週今週とやっぱりキャリーさんの好きな曲ってなんとなく分かるような気がする。可愛らしい感じですか。ピースフル&ちょっと意味分かんないものもあったり、うん、誰も傷つかない音楽です、ね、そう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 、みんなが平和でみんながハッピーなのは好きです、ね、いいですね、うん、ラブ&ピース。はい、いや、テンション上がりますね。いや、いいな、なんか先週今週良かったな。お、うん、じゃあ今度またスペシャルやりましょう。なんか最近結構自分の話をたくさんしてたんで、うん、いい加減こうリスナーの皆さんもちょっとこう趣味の方も聞きたいみたいな、なるほど、あるかなと思ったんで、夏メロをね今回紹介したわけですけど、音楽大好きで、うん、あのすっごいいろんな曲聴いてるんで、うん、DJ もやってますもんね。 DJ もやってますし、うん、例えばバンドの回とかアイドルの回とか、いいっすね、中田康隆の回とか、いいっすね、どんどんやっていきましょう、はい、やっていきましょう、はい、はい、ということで、今夜はですね、リスナーに夏を届け、 KPP の夏メロスペシャル女性アーティスト編でした。キャリーパミパミのウェイウェイレディオ。この番組ではリスナーからのメールもお待ちしております。メールアドレスはパミュアットマーク tbs.co.jp です。パミュは PAMYU です。ぜひ送ってください。お待ちしています。
そして番組の公式ホームページもご覧ください。コバさんと私の何かしらの写真をアップしています。はい、番組のホームページは課金のホームページからもバナーが貼ってあります。またキャリーパミパミさんのウェイウェイブログからもリンクが貼ってありますので、ぜひアクセスしてください。はい、ということで、キャリーさん、来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。 See you next week. Bye now.